茶震いが止まらない。今日もこの場所に繋がっていたんだ。みんなではしゃごう、奇跡超えた金ダムの扉さあ開いて、レジェンドの先へ。こいつらしましょう。奇跡を共に紡ぎましょう。愛を君に捧げるよ。みんなの心を一つに始めましょう。夢のひとときを。星空へ旅立とう、虹を架け橋にして、君のまだ知らない失せる音楽の力で、常識なんて世界とは何か、その夢へ。さあ始まったスペシャルワイン、みんなの準備は OK。 会いたかったぜ、待っていた今日の日を。忘れられない日にしてやるぜ。この手で従わせたい、ギッとさせたい愛のまたま。この手で快楽へと、最高の歌の口づけ。胸に灯された夢を共に目指そうか。 The one is mine, The one is mine。夢を歌えと
出した愛で、この地に降り立った七つの魂。威風堂々声を空に輝かせ、それは希望に時に野望に火つけ灯すように、キラキラとさせたくて、その瞳の奥狙い撃ちれば射抜いた心、欲張りになってゆく。期待人生は一度さ冒険しないか。エンジェルに最高の時間を約束し、天国に羽ばたく準備いいか。どこまで行けるか君の本気見せてよね。みんなと音楽で一つになりたいんだ。限界決めんとはちゃめちゃに楽しもうや。最強のパワーでぶつかってこいよ。互いの思いを重ね、愛を歌に変えよう。天国へと行かないかと思い、夢は描けば叶うもの。いいから早く飛ばないか、風を教えるから。恋よりもすごい歌で包みたい。音楽の王国マジラブライブキングダムへ。スターリッシュの一時お歌いだよ。今日はみんなに愛と歌を届けに来たよ。藤川正人だ。この場に立てて武者震いが止まらない。お前と永遠の夢を紡ぎたい。俺の持てる力の全てを出し切ることを誓おう。最後までよろしく頼む。皆さん、ここに来てくれて本当にありがとうございます。僕は篠宮夏樹です。あなたの笑顔のために歌います。みんなでいっぱい楽しみましょうね。スターリッシュの一ノ瀬時矢です。今しかないこの瞬間を最高のものにしましょう。音楽であなたと一つになりたい。さあ、奇跡を超えた先を共に体験しましょう。準備はいいかい、レディー。この神宮寺蓮が君を夢あふれる音楽の世界へとエスコートするよ。君が俺に愛と夢を教えてくれたお礼にね。お前たち、スタートからめちゃくちゃ気合い入ってるな。俺が勇気と元気をお前にやるよ。だからもっともっと弾けていこうぜ。俺はクルスショー、よろしくな。あなたの思いの全てが歌になり、この空間を幸せで満たします。スターリッシュの愛島セシルとして最上級の愛をあなたに送ります。カルテットナイトのことぶきレイジです。音楽が僕と君をつなぐ。マイガールもマイボーイもマイボーイも、うん、
めちゃくちゃハッピーなライブで盛り上がっちゃおう。よく来たな黒崎蘭丸だ。最初から飛ばしてんなお前ら。いい顔してるけどよ、もっともっと心のままに求め合おうぜ。覚悟決めてついてこい。みんなの応援届いてるから本当にありがとう。君にもらった力歌に変えるよ。世界に愛の歌を響かせよう。カルテットナイト三風愛よろしくね。紳士淑女の皆様ごきげんよう。カミュでございます。夢が輝きを生み愛が望みを与える、そんな幸せな時間を皆様と過ごせるよう心を込めて歌います。最高のステージの始まりだ。天国への扉を歌で開こうではないか。共に喜びと感動を分かち合おう。ヘブンズ・オートリエイチ、ここに降臨。スメラギ・キラド、この場所で出会えた一人一人に感謝している。きらめきという夢をお前に送ろう。みんなのアイドル、キューティーナギこと帝ナギだよ。パフォーマンスにナギたちの気持ち全部込めるから、燃えるような熱い愛感じてよ。こんなにたくさんの人に俺たちの歌を聴いてもらえてすごく嬉しい。音楽で君の心を照らしたい。ヘブンズの大鳥エイジとしてみんなの力になれるように頑張るよ。みんな乗り合おうって最高やな。この気流院版がエンジェルの願い事全部叶えたる。はちゃめちゃにはしゃいで心さらけ出して欲張りに生きようや。お前らの本気が全身に突き刺さる。その熱が俺の心を燃やす。聞かせてやるよ最強の歌、ヒューガヤマトの本気ってやつをな。ヘブンズの奏でる奇跡の歌が世界を創造する。天草シオンの全てを捧げ、そなたを天へと連れて行くことを約束しよう。トリプル S の決戦ライブが終わったあの日から、この日が来ることをずっと楽しみに待ってたんだ。またこのメンバーで歌いたいって。ああ、今思い出してもゾクゾクする。限界を超えた奇跡のライブ、いや伝説になったと言っても過言ではない。魂が震える音楽がそこにあった。そう、でもそこで終わりじゃない。ここが始まりなんだって予感があって、このメンバーでしか表現できないもの、それを見つけたい。誰もが胸に同じ思いが生まれました。純粋に歌を、音楽を楽しみたい。言葉では表現できないあの感動を再び皆さんと共有したいと。うん、だからもう一度みんなでライブをやりたいってお願いしたんだね。え、最初は驚いたけど、その話を聞いてすごく嬉しかった。俺も歌いたいって素直に思った。ここにいるみんなも俺たちと同じ気持ちだといいな。事務所の垣根を越えた新たな試みとなったわけだが、挑戦をすることで生まれる未知なる音楽の可能性をお前たちに伝えたいのだ。18人が手を取り合って一つのことに取り組む。決戦ライブとは違う景色がここにある。最初はお互いのことをよく分からなくて大変なこともあったけど、だからこそこのライブは俺たちにとって特別なんだ。そうやな、がっつりやるんは初めてっちゅうのもおるけど、自由に楽しくが一番や。この18人やからできるパフォーマンスを期待しとってな。音楽がつなげた思いを受け取ってほしい。絶対に後悔させねえ。何よりお前らに喜んでほしい。それだけを考えてここまで来た。みんなで準備したんですよね。今回のライブはマジラブライブキングダムというタイトルからも分かるように、キングダム、王国がテーマになってるんですよ。だから大きなお城を作っちゃいました。王国は一日にしてならず、僕たちが積み重ねてきた時間と
僕たちを応援してくれる君たちがいて、ここに王国が誕生したってわけ。そう、僕たちだけじゃなくて、ここにいるみんながライブを作っている。僕たちの歌を聴いてくれる君が必要なんだ。そんな思いが込められてる。いいか、ここにいる一人一人がこの王国の仲間だ。全員まとめて俺たちが守ってやる。だから安心してついてこい。一緒に最高の王国作ろうぜ。おお、威勢がいいじゃねえか。ただ守られてるだけのお姫様ってわけじゃねえな。お前らが支えてくれるから頑張れるってもんだぜ。そして皆さんのためにたくさんの曲を用意しました。次はこのライブだからこそできるスペシャルなステージをお届けします。この場所に集いし星々の歌、想像を超える新しい調べが、優しく、そして時に激しく、そなたを夢へと誘うだろう。様々な枠を超えた夢のような組み合わせをお楽しみくださいませ。そろそろ準備をしなくてはいけないようです。オートヤ、アイ、バン、スタンバイよろしくお願いします。オッケー、あとはよろしく。行ってくるわ。行ってらっしゃい。そうだ、スペシャルなステージをより楽しむためにみんなで心を一つにしませんか。それはいいアイデアだね。勘のいい子羊ちゃんはもう分かってるかな。声を一つにすることで連帯感が生まれる。大きな声を聞かせてください。できますよね。俺たちがマジラブって言ったらキングダームって返してくれよな。ではもう一度、マジラブキングダームですよ。では行きますよ。せーの、マジラブキングダーム。いい感じ、盛り上がってきたね。じゃあ行くよ。せーの、マジラブキングダーム。いい、天にも昇る思いだ。この一体感が俺たちを熱くする。ラスト、せーの、マジラブくれと年中無休真剣に恋愛。君の髪を撫でる風に沿え、羨ましくてジェラシー。触れたい止めたい絶対にと瞳の中へとダイビング。 I just wanna be with you, I just wanna be with you。 君とはただ仲間最中の恋。選択の一瞬に冷静なんていいの。
ハブリトへ意義を判断する絶対領域に溶けた不純物なんていらない。聞いてほしい世界の全てが否定をしたってたった一人の最愛が生き様を理解してくれて笑顔くれれた。重なり合い動き始める。奇跡望むシンフォニー愛しさだけど Toxic Love 決して叶わない。願い引き裂かれても君を求めるまま奪い尽くす止まらないよデザイア。あこぼれた微熱に優しく爪痕をつけて飛び立つのさ。苦しいほどに溶け合う。たとえ結ばれずとも燃え盛る思いをかざしてまとえ炎を焦がれ揺さぶりを答えた。君なしではいられない。雰囲気が震えるまで愛の言霊を記憶に刻んで。甘さから生まれたときめきと酸っぱい刺激に惑わされ浮いても沈み色めき弾けて This is 恋の味。Baby! Go go! Go!
てちょっとずつ申しんで駆け出す My Heart ワン、ツー、スリー挑戦的にチラリ目線当てるから What's this feeling? わからない落ちな感情に散々舐めたってワン、ツー、スリーはぐらかしても順調な心情が溢れ出すワクして最高だった。そうやな、一番宇宙だけでカーッと体が熱くなってめっちゃテンション上がってもうたわ。統計的に言えば緊張するっていう人が多いと思うけど、二人は違うみたいだね。え、そうなの？一番って最初にみんなに会えるからラッキーって思うけど。わいも同感や。何が起こるかわからんからインパクトもあるし、ええことづくしや。うんうん。愛先輩は違ったの？オトヤとバンがいてくれたから勇気づけられたよ。二人の勢いに背中を押された。一緒にいるだけで元気になる。そんなに褒められたら照れるわん。でも初めてこの三人で集まった時、これやって運命感じたわ。絶対楽しゅうなるってな。二人は出会った瞬間から意気投合してて驚いたよ。会ったばかりだけどすぐにレッスンしようって。だって音楽を聴いたら体がうずうずしちゃって。それに愛先輩はしっかりしてるからまとめてくれるって信じてたし。一番年下やのにレッスンも仕切ってくれてやりやすかったわ。分刻みのスケジュールには驚かされたけどな。目を離すとすぐにいなくなったりして、僕の方こそ驚いたよ。二人とも自由すぎ。それに行動が大胆っていうか、愛先輩だって一番大胆な振り付けを提案してくれたじゃない。あれは、その、
面白いかなって思って。しかもその振り付けをやるんは愛ちゃんやのうて、ワイたちっていうな。お姫様抱っこしてもらうなんてあんまりないから新鮮だったな。今回は変わったフォーメーションや振り付けを入れようってみんなで決めたから、それならって思ってさ。二人とも息ぴったりだったよ。練習もたくさんしたしね。バンが絶対受け止めたるって言ってくれたから安心してジャンプできたんだ。ワイにできることやったら何でもやったるって思わせてくれるメンバーやったしな。まあ何回か下敷きになってもうたけどな。ああ、それは内緒にして。そしたら最後に一言。君への思いは誰にも負けないから、僕だけの君でいて。ワイも負けへんで。あんたのために全てを捧げる。俺はもっともっと好きだよ。君は誰にも渡さない。抜け駆けはダメだよ。お父ちゃん決めすぎや。そんなことないよ。僕たちも皆さんを思う気持ちは誰にも負けません。ここにいるみんなを独り占めしたい、そんな思いが込められた曲です。エゴイスティック、この曲は有無を言わせない強引なまでの愛の形。それを拒否することはできない。いや、できるわけがない。歌とパフォーマンスでお前たちのハートと本能に訴える。そのために俺たちの全てを詰め込んだ。歌をより皆さんに感じてもらえるように歌詞をイメージさせるセットをリクエストしたんですよ。鎖でつながれ、檻に閉じ込められる、まさにロック。ハードなロックテイストの楽曲にぴったりだろ。もしやロックとロックをかけているのか。ちげえよ。ロックされた檻に閉じ込められ、さらに鎖につながれ、ロックされた体、そして魂を揺さぶるようなロックな楽曲。いい、いいですよね。小鳥さんの気持ちが少し分かった気がします。まあ感じ方は自由だしな。安全な場所から抜け出して大空を自由に羽ばたくかどうか、それを決めるのは自分自身なんですよね。メッセージ性の強い演出で音楽を視覚を通して表現した。どうだ、驚いたろ。その場の空気を一変させる力を持ったこの曲にふさわしいライブならではの試みだ。皆の心に爪痕を残す、そんな一曲だ。真実の愛が孤独な人間に立ち上がる勇気を与えてくれる。そして過去のしがらみやくだらねえ葛藤から魂を解き放つ。まるで己のことを重ねているかのようだな。お前こそ大きな影に怯えてるんじゃねえのか。その目その熱さ、いい、ゾクゾクする。激しくぶつかり一歩も譲らない、まさに魂の歌だ。今日も仲良しさんですね。これが二人のコミュニケーションの仕方なんですよ。だって音楽を愛する気持ちは一緒ですから。たく、夏樹にはかなわねえな。音楽を愛する気持ちか、違いない。俺たちの答えのすべては音楽の中にある。僕を見て。離さない。ついてこい、エゴイスティック。素晴らしい MC だというのにオーラやカリスマ性を感じる。そうですね。ですが私たちは私たちらしくトークをすればいいのです。俺たちの曲はどうだっただろうか。ちゃんと思いは届いただろうか。みんなのことを心に思い浮かべながら歌ったんだ。皆さんのくださる応援がきらめきの波となり、私たちにも伝わってきました。いつもありがとうございます。リフターから見渡した景色に胸を打たれた。水を用いた演出も含めて会場が別世界になったかのようだった。ええ、曲の世界観そのままといった感じでしたしね。透明感のあるメロディーに乗せて、切なさと愛するゆえの痛みが美しく繊細に紡がれています。それに何といっても3人のハーモニーが気に入っています。歌っていて
お二人の声が聞こえるとすごく心強いんです。それは良かった。この企画で顔を合わせた時は不安でいっぱいといった感じで距離感がありましたからね。そんなことあるかもしれません。すごく緊張していて。それは仕方のないことだ。事務所が違う上接点もあまりなかったからな。でもお二人の話はいろいろ聞いていたんです。聖川さんはとても真面目で筋が通った人だって。その話の通りすごく頼れる存在だなって思いました。エイジは褒めるのがうまいな。この優しげな空気が現場に安らぎを与えてくれた。ありがとうございます。本当に話に聞いていた通り、いえそれ以上でした。では私のことはどう聞いていたんですか？最初に会った時は怯えていた様子でしたが。神さんは。神先輩はあまりの完璧さに周りが距離を感じるのかもしれませんね。しかし俺はそんな神先輩が好きです。はじめは勝手に遠慮してしまっていたんです。だけど神さんの堂々とした振る舞いは見習いたいなっていつも思っていました。私には過ぎた言葉ですが、二人の気持ちありがたく受け取っておきます。三人の良い部分が重なり合い大きな力を発揮できたのでしょう。初めてだからこそ生まれる新鮮さと学びの多さは素晴らしいものだった。音楽をやっていてよかったって思えた。また奇跡のような時間が過ごせたらいいなって思ってる。短い時間でしたが、お嬢様方に喜んでいただけたのなら光栄です。ではまたどこかで。ああ愛しい人、君は百合のように美しい。君のためならこの命さえ惜しくない。二人の心は引き寄せ合い求め合う。この思いを止めることはできない。しかし運命は冷酷にも二人を引き離す。悲しみにこの身は引き裂かれ、失うことで存在の大きさを知る。いけないとは知りつつも囚われ求め続けてしまう。許されざる愛に身をやつし、その痛みさえも甘く愛おしい。魂は常に共にあり、永遠に愛は消えない。どうどう、驚いた。みんなに曲の世界観を知ってもらいたくてお芝居風にしてみたんだけど、シリアスでかっこよかったでしょ。切り替えが早いね、ブッキーは。せっかくの俺たちだけの時間だから、みんなと濃密な時を過ごしたいと思ってね。3人でどうしたら喜んでもらえるだろうって考えたんだ。歌よりも練習した。え？かもしれない。そのくらい力を入れた。もう驚かせないでよ。キラリンは真面目な顔で面白いこと言うから、練習の時からすっごい楽しかったんだ。普段一緒にいることがないから特にそう思うのかもね。グループが違えばアプローチの仕方も変わる。二人の探求心は素晴らしい。このメンバーなら面白いことができるって確信があったからね。それにみんなこだわり派だし。その思いに応えたい。何よりパフォーマンスの上で負けたくない。意外と彼は負けず嫌いで、心に決めたことは頑として譲らない。そのブレない姿勢はすごいよね。とか言いながら連々もその上を行く負けず嫌いなくせに、うん、でもそのおかげでパフォーマンスがどんどんブラッシュアップされていったんだ。僕もいいものにしたいって気持ちは同じだから、3人とも似た者同士なのかもね。そろそろ時間みたいだね。お別れなんて言いたくない。だけどこの気持ちが君への愛の証さ。愛してる。君を誰よりも幸せにするって約束するよ。その思いすべてを抱きしめたい。お待たせ、宇宙一キュートなアギだよ。
インパクト大の可愛いセット、僕たちにぴったりだったでしょう。カラフルな星のバルーンにキラキラのライト、歌ってて最高に気持ちよかったぜ。そしてどこからともなく現れ、宙を漂い皆を虜にする愛らしい姿、あやつの存在を忘れてはいけない。シオンが説明すると別のものに感じるな。あの最後の方に浮かんでたキャラクターのことな。可愛いよなあいつ。ソーダくんって名前なんだぜ。もうそのまんまじゃん、安直すぎるでしょ。うるせえ、わかりやすいのが一番だろ。大丈夫だ、ナギもソーダくんを気に入って影ではそう呼んでいた。ただの照れ隠し。もうシオン黙って、演出に動きが出るから悪くはないねって言ってただけだもん。ほらショーを先に進めてよ。お前ら盛り上がってくれてマジでありがとな。みんなと一つになりたいって思ってコール&レスポンスをたくさん入れた。共に音楽を奏でているような感覚、ライブならではの喜びを味わえた。皆が参加して初めて完成する曲なのかもしれぬ。それだけじゃなくて、ダンスの振り付けも3人で意見を出し合って作ったんだよ。3人の振りが揃った時の一体感は何とも言えぬ快感だ。スペシャルなコラボだからいつもと違う感じになってたはず。いつもと違うといえば、僕たち可愛かったでしょ。乃木が可愛いのはいつものことなんだけど、違う？なんだよ、あれは曲に合わせただけで、その可愛いとか。自信を持つのだ、ショーは可愛い。すごく。あもう一緒に歌うやつらに合わせねえとパフォーマンスとして成立しねえからな。その可愛いのもたまには悪くねえっていうか。悪くもないが良くもないということか。心が通じ合ったと感じたのは天草の思い込みだったのか。そういう意味じゃねえって。素直に言うよ、すっげえ楽しかった。もうこれ以上ないくらいにな。しょ、まったく素直じゃないんだから。僕たち3人なら最高に決まってるでしょ。ああマジで最高だったぜ。ちょっとなんと、なんと。また会おうな。ラストは俺たちの番だ。会場の端から端まで歌を響かせた。ズバッと駆け巡ってな。イエス、ズバッと。そしてぐるぐるシュバッと。魔法のボードで皆さんに会いに行きました。本当に魔法のような空間でしたね。パフォーマンスとしては難易度が高かったのでかなりレッスンをしました。体をどう使うか大和さんが丁寧に教えてくださいました。厳しめのトレーニングだったが、弱音一つ上げずについてくるとは大したやつらだ。応援してくださる皆さんの笑顔を思い浮かべればどんなことも喜びに変わるものです。トキヤはひたすら練習する。その積み重ねがステージで自信に変わる。それに対してセシルは感覚で覚えていく。コツさえつかめばありえねえくらいの実力を発揮する。それぞれの個性が出て面白かったぜ。はい、空中で3人が一つになるところは本番が一番上手にできました。手と手が触れ合い、そこから熱い思いが流れ込んできました。はい、ピカピカでキラキラっと。そんでもってビシビシでバリバリのフォーエバーなラブが。まだまだ自分の知らない魅力があって、それを見つけることができた気がします。これからも私たちの成長した姿を見せていきたいです。新たな挑戦こそが歴史の1ページとなり、皆さんの記憶に刻まれていく。ここまで来るのに衝突することもあったが、それも大事なステップの一つだ。困難を乗り越えてこそ掴めるもんがある。何より音楽で一つになれることの素晴らしさを感じました。それは皆さんも同じではないでしょうか。私たちがパフォーマンスをし、それを見て、そして聞いてもらうことで、アイドルとしてここに存在できる。どちらか一方だけでは
成り立つことができません。お互いの存在を感じ合い、喜びを分かち合う、人と人がつながり合えるからこそライブは楽しいのだと思います。マジで最高だぜお前ら。お前もお前もここにいる全員最高に輝いてるぜ。その輝く笑顔が私たちにきらめきをくれるのです。心から感謝しています。本当にありがとうございます。同じ時を過ごせたこと、そして応援してくださってとても嬉しかったです。ここに集まってくれた人すべてが私たちの宝物です。お前らの期待に応える、いやそれ以上のことを見せてやる。そのためにはどんなことでもしてやるぜ。よっしゃ、まだまだライブは続くぜ。気合い入れていけよお前ら。もっともっと盛り上がれんだろ。イエーイ。限りある時を最高のものにしましょう。最後まであなたの心を離しませんよ。この暗闇よりも深く強く全てを染め上げる、そうこの愛で。愛を捧げる夢をたどり、あでやかにあなたの伝説を作る。この世の全てを奪って、お前は俺たちのもの。へと愛を捧げる、愛を捧げる、愛を捧げる、愛を捧げよ。夜露のベルベットに心を預けたなら、夢色に揺られて俺たちを感じれば。従えれば閉ざされた秘密の扉が開く。隠し出す花を暴いて、愛の刻印を授けよう。その上に目を背けても、お前はもう逃げられない。染め上げたまま口づけて、同じ匂いをまとわせよう。共に捧げよ。神羅万象握りしめて誕生した桃源郷、軍配は俺たちに上がる。完全無欠の未来、希望を讃えたロゴスから、命咲き乱れ、細胞からきらめく。隠し出す花を暴いて、愛の刻印を授けよう。たむれに目を背けても、we'll be right back.
今日はマジラブライブキングダムに来てくれて本当にありがとう。すっごく楽しい時間だよね。スターリッシュ、カルテットナイト、ヘブンズで歌えて嬉しいよ。そうだね、この気持ちはマイガールもマイボーイも同じなんじゃないかな。でも僕たちにはまだまだみんなに伝えたいことがあるんだ。だから少しだけ僕たちの話を聞いてくれるかな。まずはヘブンズから。俺たちヘブンズは最高の音楽を目指すために集まった7人だ。それを今日ここで証明することができたと思っている。エイチとキラと僕の3人で活動していた時もあったけど、歌プリアワード、エンジェルは覚えてるかな。俺たちはグループの枠にとらわれない、その時にふさわしい形で音楽を表現する。元から7人のグループやったけど、自分らが満足できる状況でみんなの前に出たかったんや。いろいろ準備もしたし、早くエンジェルに会いたい、会って驚かせたいって思ってたよ。何より仲間と歌いたかった。その目に見えずとも、空には常に星が浮かんでいるように、音楽で七人は一つとなり結ばれていた。グループとして最強になるためにさらに上を目指した、革命を起こすためにな。今でもあの瞬間は忘れられない。エンジェルの歓声、会場の熱気、俺たち最強ヘブンズの誕生だ。互いの個性を認め合うことで生まれる最高のハーモニー。まるで家族みたいな感覚でつながった不思議な仲間たちや。そう、ヘブンズが僕たちの居場所なんだ。互いが大切な存在であり、それぞれが強く思い合っている。どんなことがあっても揺らぐことはない。俺たちはいつも一緒だ。いつも一緒か。せやけど、その強い思いがあったとしてもうまくいかへん時もあったな。活動も満足にできひんかった。ああ、グループの危機に己の無力さを実感した。皆の思いを守ることさえできなかった。兄さん、エイジ。兄さんのせいじゃないよ。それにエンジェルにもたくさん心配かけてごめんね。ヘブンズを、そして音楽を失うことの絶望を知った。でもだからこそより大切にしようって思ったんだ。だってエンジェルにはこのキューティーナギが必要でしょ。アイドル活動は自分たちだけでは決して成り立たない。いろんな奴らに支えられ助けられているってのを忘れちゃいけねえ。手を差し伸べるライバルの存在もな。そして不死鳥のように我らは舞い戻った。エンジェルの元へ熱い思いを込めて歌い上げるその喜びは何にも変えられぬ。エンジェルがいたからこそここに戻ってこられた。お前たちが音楽へのさらなる情熱を呼び覚ましてくれた。楽しい時も大変な時もいつもそっと寄り添ってくれる。エンジェルの愛があるからこそ俺たちは歌い続けられるんだ。エンジェルへの恩返しとして最高の幸せが待つ天国へ連れてくれ。終わることのない幸せがあふれる場所へな。何があってもナギたちはエンジェルの味方だから、それだけは忘れないでよね。僕たちがエンジェルを大好きってことは。いつもありがとな。絶対後悔はさせないぜ。エンジェルだって胸張れるようなグループであり続ける。今日ここから俺たちの歴史が始まる。エンジェルの心に音楽を刻みつけ、記憶に残るライブにすると約束しよう。最後まで楽しんでいってほしい。次はカルテットナイト。紹介ありがとう。僕たちの名前はカルテットナイトだよね。カルテットは4を表す言葉だけど、この4人であることが大切なんだ。でも正直グループ結成当初は不安なことばっかりだった。ああ、個人の感覚が強えっていうか、グループっていうのは形式だけで本当の意味でグループって言えるもんじゃなかったな。いつ辞めてもいい、そんな気持ちから始まったんだ。
4人の思いはバラバラだった。何よりも僕たち自身が一番戸惑っていたのかもしれない。性格や考え方が違う4人が集まっているのですから、当然の結果と言えるでしょう。しかし音楽においてはお互いの存在を認め合うことができた。言葉では言い表せねえ感覚だ。歌ってると胸が熱くなる。俺たちは音楽で語り合って一つにつながってる。そう思える瞬間がある。そう、特別な瞬間なんだ。音楽を楽しむってこういうことなんだって教えてくれる。声を重ねることで生まれる新しい可能性、そしてお互いの声を聞き響き合うことで生まれた絆、それは僕たち4人にとって奇跡みたいなものなんだ。こんなことみんなの前で話すことじゃないかもしれないけど、僕たちはバラバラになりかけたこともあったんだ。小さな歪みが大きくなって当たり前だって思ってたもんが当たり前じゃなくなる。失いそうになって初めて自分たちの気持ちを知ったのです。お互いが努力し歩み寄ることの大切さを。いろいろなことにぶつかりながら少しずつ目標に向かって前に進んでいく。不器用でもいい、それが僕たちの見つけた答えだから。過去を乗り越えて常に進化し続ける。そして誰も見たことのない景色を見つけたい。そう、現状に満足せずさらなる高みを目指して。そうやって歩いた道が僕たちの歴史になるんだ。そして僕たちが歌いたい、先に進みたいと思うのは応援してくれる君たちがいるからなんだ。ええ、たとえグループの危機が訪れようとも、ファンの皆さんの愛が私たちを正しき道へと導いてくれるのです。グループの危機っていつもお前が率先して輪を乱してるんだろうが。黙れグミン、貴様が無礼な振る舞いをするからであろう。ファンの前で喧嘩しないの。でもこれも僕たちらしさってやつかもね。これからもいろいろな音楽をみんなに届けたい。その気持ちは4人とも同じだよ。だから俺たちを信じてついてこい。本当にみんなありがとう。最後までライブを楽しんでいってね。カンテッドナイトでした。ラストはストーリーズ。ずっと何を喋ろうってずっと考えてたんだけど、もうこの景色を見るだけで胸がいっぱいになる。本当だな、こんなでっけえステージで歌えるなんてな。アイドルを志した時の自分には想像さえもできないことだ。アイドルになること自体が不可能ではないかと感じたこともあったくらいだからな。夢を叶えるために早乙女学園に入学し、私たちは出会った。抱えた事情も違えば育った環境も違う人間が集まって最初は何を考えているのかも全然わからなかったね。でも一緒に過ごすことでお互いを知り、同じ夢を目指す仲間として力を合わせて頑張ってきました。そして私たちは素晴らしい音楽に巡り会えた。ええ、一人では決して紡ぐことのできない音楽が私たちを強く結びつけた。今でもアイドルとして初めてステージに立った時のことははっきり覚えてる。本当にドキドキで壊れそうだった。俺たちの気持ちそのままの歌詞だったね。あの時目に入るもの全てが光り輝いていて別世界みたいだった。俺は目の前のことに無我夢中だったな。だがあのステージに立って初めて自分たちが夢を叶えたのだと実感できたように思う。僕たちの歌を聴いてたくさんの人が笑顔になってくれたのを見てすっごく感動しました。自然と僕たちも笑顔になってたくさんの笑顔があふれていました。努力することで夢は叶うんだって自信になった。あの時の気持ちは絶対に忘れねえ。その輝きと音楽に導かれて私はスターリッシュとしてここに立っています。運命を変えるほどの力を持った音楽がそこにはありました。デビューするまでも大変だったけど、してからの方が何倍も大変だった。
でも本気で打ち込めるものがあるのは幸せだよ。生きてるってことを実感できるくらい充実した日々が続いたね。迷い悩むこともありましたが、それが私たちを成長させてくれました。一人ではくじけてしまいそうなことも仲間がいたから乗り越えられました。何よりこの7人で歌うと最高に楽しくて、もっと歌いたいって思える。本当に最高の仲間だって思う。その気持ちはきっとこれからもずっと変わらないと思います。この仲間とならもっと大きな舞台で活躍できると思わせてくれる不思議な力があるな。ええ、自分たちの歌をもっと多くの人に届けたい。トリプルエースのオープニングアクトへの挑戦は自分たちへの挑戦でもありました。グループとしての新しい可能性を見つけるために試行錯誤もいっぱいしたしな。お互いをより深く知ることで成長できた。それにカルテットナイト、ヘブンズからもたくさん刺激を受けた。今の俺たちがいるのもここにいるライバルたちのおかげだよ。改めて振り返ってみると、ずいぶん遠くまで歩いてきたものだ。積み重ねてきた時間が私たちの歴史となるのです。永遠なんてないって分かってるからこそ今を大切にしたい。限られた時間だからこそ楽しく、そしてできるだけ長く夢を見続けたい。僕たちここにいる皆さんが大好きです。だからずっと一緒にいたいんです。ええ、私たちの歌を聴きたいと思ってくださる方がいる限り歌い続けたいと思います。みんながくれた愛が俺たちを育ててくれるんだ。だからその愛に応えたい。ああ、今もそしてこれからも俺たちにできることは全力で思いを届けることだ。幾千幾億と感謝の気持ちを伝えても伝えきれません。改めてありがとうございます。もう本当に最高の気分。最後は俺たちみんなで歌う新曲をプレゼントするよ。曲のタイトルはみんな知ってるよね。じゃあ行くよ、せーの、マジラブキングダム。僕は大事に君を愛せてるかい。時の目も忘れられるくらい。
こえるよ。 I can feel echo。 いつまでも鳴り止まない鼓動をもう一度響かせて。この空の最果てに何があるのかをただ知りたくて、僕は限りない輝きを求めるため彼方を目指したんだ。どんなに辛い時も君はその手で優しく包んでくれた。声にならないくらいに溢れてくる想いを今伝えるよ。その声を、この夢を、重ね合おう。 Life is beautiful。暗い